さそう。こんなところに住まなきゃならないなんて。都会は騒々しかっただろう。むしろミユにとってここの方がいいはずだ。ここならもう変な奴は現れない。安心だろ。ストーカーならまだいるよ。どういうことだ。まさか別のやつがミユを。そう、お兄ちゃんがね。は？冗談がきついぜミユ。安心しろよ。また何か起こっても必ず俺が守ってやるからな。アグモン、ここは僕たちの世界みたい。ねえ、ちゃんと戻れたんだよ。そうか、戻ってこられたのか。それでみゆきは？みゆき？ううん、見てないよ。だってほら周りを見て。こう霧が濃いと何もわからないな。なんだか前よりも霧が濃い気がする。たくま、早くここから離れよう。さっきから霧がどんどん濃くなってる。ああ。戻ってきて早々進まないか、アグマン。もちろん、何が出てきても戦うぞ。来るぞ。うん、誰かいるのか。ねえタグマ、この声って気のせいか、誰かいる気がしたんだけどな。ミノレ！タクマ？お前、生きていたのかよ！もう二度と会えないと思ってたぜ！抱きつくと苦しい。ちょっとぐらい我慢しろよ。感動の再会なんだぜ。どうしたミノル、今タクマと言ったか。あ、ファルコモンだ。ハグモン、それに
タクマも本当に生きていたのか。よかった、本当によかった。俺はてっきり大げさだな。ところで他のみんなは？ああ、無事だ。安心してくれ。葵さんやカイト、ミュウとサキ、教授。もちろん、ラブラモンやドラクモンたちも無事だ。ミユキは？ああ、その、ミユキは…もしかして、会ってないのか？おう、ミユキの姿は見てないけど。そっか。じゃあその話は後でってことで、ともかく一度みんなと合流しようぜ。タクマが生きていたって知ったらみんなすっげえ喜ぶからさ。わかった、行こう。帰ってきたか。タクマくん、本当にタクマくんなの？おお、無事だったのか。うち正直ダメかと思ってたよ。何がただいまーよ。もう心配させて。でもアグモンもタクマも無事で本当によかった。心配かけたみたいだね。みたいだね、じゃねーよ。一体今までどこをほっつき歩いてたんだ。まったくだぜ、俺らがどんな気持ちでいたか。まあまあいいじゃん、無事だったんだから。そういうわけにはいかないわ。ねえタクマくん、あなた廃工場で私たちと別れてから一体どこで何をしていたの？この10日もの間。え？今10日って。そう、10日。どうかした？答えて、できるだけ詳しく。葵さん、厳しすぎるよ。でも、私たちが生き延びるためには必要なことでしょ。葵さん。戸惑うのも無理はないよ、タクマ君。君が不在の間、いろいろあったからね。彼女は常にリーダー足らんと頑張っていた。リーダーっていうよりお母さんって感じだけどな。お母さんとならうちのお兄ちゃんよりマシかも。お兄ちゃんと違って葵さんガミガミ言わないもんね。静かにして二人とも。今は真面目な話をしているの。答えてくれるわね、タクマくん。分かった、話すよ。実は世界に戻っていたってわけ？ああ、でも僕が向こうにいたのはほんの数時間だけだったんだ。だから驚いたんだよ。こちらでは10日も経過してただなんて。常世と宇津潮では時の流れが違うか。まるで浦島太郎だな。へえ、そんなことってあるんだ。時間の流れが違うって私にはどういうことかよくわからないわね。こっちで10日過ごしていてもあっちじゃ数時間しか経ってないから。ここは私たちの世界よりゆっくり時間が過ぎるってことかな。へえ、なるほど。だったらこのままここにいれば私
き？平気だよ、フローラも。私は平気。ええ、そうよね。みんなが無事なうちに戻ってこられてよかったよ。違いない。もっとも無事とは言い難いのだがね。状況はそんなに悪いんですか？霧がどんどん濃くなってきているのよ。まるで私たちが欲しくて欲しくてたまらないように。いずれこの校舎も飲み込まれちゃう。それだけは間違いない。ねえねえ、一つ気になるんだけどさ、元の世界に戻れたならどうしてもう一度この世界に帰ってこようと思ったの？元の世界でピエモンが暴れていたのを僕たちは見たんだ。のあの野郎、カイトたちの世界でまで悪さしてたってのか？もうこの世界だけの話じゃなくなっているってことね。ああ、このままじゃ元の世界も危ない。霧に包まれたこっちの世界が元の世界に悪影響を及ぼしてしまう。だから僕は戻ってきたんだ。みんなを助けるために、世界を救う。なんてできるかわからないけど、それでも知ってしまった以上、見て見ぬふりはやっぱり僕にはできない。タクマ、お前ってやつは。タクマくん、さすがタクマ、かっこいいね。で、勢いだけで戻ってきたってわけか。お兄ちゃん。違う、三段はあった、あったんだけど、でも重要な鍵を握っているミユキとはぐれてしまって。ミユキだと？ミユキさんが鍵を握っているって何？ミユキはもうダメだろ。期待しない方がいい。そんな簡単に言わないで。仲間じゃん。もっと詳しい話を聞かないと。ミユは黙ってろ。俺はお前のためを思って。はいはい、そこまでよ。たくまくん、なぜみゆきちゃんが重要な鍵になるのか教えてちょうだい。どう説明すればいいか。元の世界に戻るにはみゆきが知っている歌が必要なんだ。仕組みはわからないけど、彼女の歌が2つの世界をつなげるらしい。世界をつなげる？この世界と僕らの世界は影響し合ってるみたいなんだ。僕らの世界ではあの神社で崖崩れが起きてたし、ロープウェイでも事故が起きてたらしい。みゆきは2つの世界は隣り合ってるって言ってた。だからゲートを開けるんだって。なるほど。じゃあやっぱりみゆきさんを取り戻さなきゃダメじゃん。できると思ってるのか？必要ならやらないといけないでしょ。なんでわからねえんだ。俺はお前を危険な目に遭わせたくねえから。お兄ちゃんは元の世界に帰りたくないの？うちは帰りたい。お兄ちゃんとみんなと一緒に。それはそうだけどよ。だからと言ってだな。たくまくん、見苦しいところを見せてしまってごめんなさい。みんな余裕がないのよ。でも戻ってきてくれて本当に嬉しい。だってすごく心細かったから。こんなに時間が流れているって知らなかったとはいえ、待たせてごめん。
張らないで。みゆきちゃんのことは少し休んでから話すことにしましょう。どうしてわからないんだ、みゆ。わからないのはお兄ちゃんの方でしょ。おい、カイト、冷静になれって。みゆも、ちょっと落ち着いて。はいはい、そこまで。みんな、ちょっと休憩にしない？たくまくんも戻ってきたし、お昼ご飯はちょっと豪華にするから、ね。おう。じゃあ私手伝う。私も手伝うわ。しょうがないわね。サキが手伝うなら私もやるわ。ありがとう、お願いね。それじゃあ準備ができるまでおとなしく待っててね。どうしよう。葵のご飯ができるまで待つんじゃないのか。うん、でもその前に話を聞かないとさ。話って教授？え、よくわかったね。葵たちと話してるとき、教授がタクマのことじっと見てたり、そわそわしてたりだったからな。なあ、アグモンも気づいてたんだ。葵が忙しそうだけど構ってほしい時のラブラモンみたいだったぞ。いや、そういうのとは違うんじゃないか。まあでも、僕だって教授に聞きたいことはいろいろあるんだ。どこかで話さないとな。
ケルベロモン。私が動こう。
クマ、教授いたぞ。本当だ、教授。おや、タクマ君にアグモン。ああ、すまない、もしかして探させてしまったかな。ああ、いえ、見当たらなかったのでつい探してしまいました。壁画、調べていたんですか？うん、ここ1層目と1つ下の2層目のものについてはかなり調査が進んだと思うよ。さらについ先日3層目も発見し、そこでも壁画を見つけたんだ。すごい。もしかして何か分かったんですか？どうかな、今の状況に役立つかわからないが。よければ聞かせてもらえませんか？ではどこから説明しようか。ここに描かれているのは獣神に祈りを捧げる人間たちと巫女の様子だね。人間と獣神が共存していたんですか？この壁画を信じるならそういうことになる。注目すべきはここ、巫女だ。他に比べて明らかに詳細に描かれている。古来より巫女は神の代弁者としての側面もあった。おそらく獣神と人間をつなぐ存在だったんだろうね。獣神と人間をつなぐ巫女。そしてこの壁画、タクマ君、君にはどう見える？凶暴な獣たちが暴れ回っている。50点といったところかな。よく見てごらん、家や人の姿があるだろう。あ、本当だ。なんだかまるで獣たちから逃げ回っているような。そうだね、私にもそのように見える。おそらくこれは私たちの世界で暴れた獣の姿を描いたものだろう。世界中に残る神話や伝承には時に怪物が登場するが、その怪物とは獣神ではないかと考えている。そうなんですか？まあこの壁画を根拠にすればそうも考えられるという程度の仮説ではあるがね。他も見てみるかい？区切られた2つの領域とそれぞれに立つ人型と獣たち。この壁画に描かれているのはおそらく我々の世界とこの世界ということだろう。なるほど、人間と獣神、互いに別々の世界で暮らしているんですね。ただ違う世界というわけではないよ。世界の間をつなぐように何かあるだろう。世界をつなぐもの、これってもしかしてゲートですか？だろうね。ピエモンはこのゲートを開いて私たちの世界へ進行しようとしていたのだろう。ゲート、ミユキの他にも世界をつなげられる人がいたってことでしょうか？個人なのか広く伝わる技術なのか、いずれにせよ失われた技なのだろうね。これをご覧、非常に重要なことが描かれていると思わないかね。人間と獣がゲートに吸い込まれてる。そう、何かしらの原因でゲートに不具合が生じ、
二つの世界へ飛ばされるものが出たのだろう。姿を消したものはもう一つの世界へ渡ったのだ。それって僕たちみたいな。ああ、神隠しと呼ばれる現象のいくつかはゲートの不具合によるものなのだろう。ゲートが開いた原因って何なんでしょう。さあ、単なる事故なのか、それともみゆき君のようにゲートを操作できる者がいたのか、今の段階では何とも言えないね。そうですか。他も見てみるかい。実はこの階層の調査はまだほとんどできていなくてね。壁画についても分かっていることは少ないんだよ。その上で解説すると、この壁画は何やら物騒に見えるね。そうですね。人間と獣でしょうか。みんな慌ててるように見えます。何か大きな力によって多くの者が悲しむような事態になった。見ただけで分かるのはそこまでだね。それぞれの壁画にはつながりがあるようにも思えるのだが、そうすると時系列がどうなっているのか。あの教授。ああ、すまない、思考に没頭してしまった。次の壁画に移ろう。とはいえだ、この壁画はあまりに謎が多い。何でしょうか。下の方では人間たちが苦しんでて、上の方はこれも獣神でしょうか。大陸から伝わった伝承に獅神というものがある。この獣神はその獅神の特徴と合致するような。それにこの上下に分かれた構図も気になる。古来より上は楽園、下は冥府を意味するものだが、なんとも言えんな。こじつけレベルの解釈しかできない。さて、今説明できるのはこのくらいかな。ありがとうございました。勉強になりました。まあ、このサバイバル生活に役立つ情報ではなさそうだがね。あの、教授、みゆきは？ああ、そろそろ約束の時間だね。校舎に戻らなくては。あの教授。聞きたいことが何なのかは分かっているが、それは些細な話に過ぎないよ。今は目的のためだけになることを知っていればいい。どういうことですか。なんだメールか。え、メール？なんで電波はないはずじゃ。また文字化けメールか。お、前よりも少しだけ読めるようになってる。ところどころ読めなくもないような。みんな待ってるんじゃないのか。あ、そうだった。すぐ行こう。
今までみんな必死だったんだな。そしてたくましくこの世界を生き抜いていた。すごいや。おーい、たくま。ミノル、みんなと話してきたんだろ。どうだった？みんながこの10日間大変な思いをしてきたんだなって分かったよ。霧は濃くなってく一方で敵の襲撃もずっと続いてた。それにみゆきが。みゆきが？あっと、いや、そう。カイトが言ってた、ミユキがもうダメだっていうのはどういう意味なんだ？はあ、いきなり聞くかそれ。答えてくれ、ミユキは今どこで何をしてる？そうだな、タクマにはちゃんとは…あれ？ねえねえタクマ、霧がまた濃くなって…本当だ、やばい、来やがった。なんなんだこの音。食堂の方から聞こえてくるよ。葵さんの警報だ、敵襲の合図だよ、行くぞ。みんな集まって、早く。あ、たくまくん遅いわよ、あなたたち。ごめん。何が起きたんだ？たくまくん、どうやら約束を果たせそう。約束って？みゆきちゃんのこと後で話すって言った。彼女ならあそこにいる。みゆき、たくま、近づいちゃダメだ。みゆき、哀れな生贄どもよ。死んだ万象、生殺与奪は我が心のままに。今何を言ってるんだ。どうしちゃったんだよ、みゆき。みゆきちゃんは主のよりしろになっているのよ。意識を乗っ取られていると言えばわかる。主ってあいつのことか。そうだろ、僕だ、たくまだよ。わかるだろみゆき、返事をしてくれってなあ、ユキ！たくまくん、ショックかもしれないけど、これが私たちがこの数日、向き合ってきた現実なの。おえよ！構えて！襲ってくる！迎え撃つわよ！の番だね。
嫌だ。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン。さあ、行こう。ケルベロモン、これならば。私が動く。私が動く。
ストラクション。私が動こう。この力も重ねていけ。私が動く。私が動く。は片付いたけど、やるのか、みゆきを。たかが一人の生贄が増えただけで、こうも手の多くなるとは不思議よ。
これからも抵抗されると面倒。まずは他の生贄に力を与えた。お前から片付けようか。来る。でも。何やってんだよタクマ。このままだとお前やられちまうぞ。だけどミユキはミユキだ。倒せるわけがないじゃないか。興味深い。じゃが所詮は生贄。情に流され判断を見誤る。やめてくれ教授。みんな彼女をミユキ君を攻撃しないでくれ。首相じゃな。さすがは年の子。何時のようにみんな素直なら良いのだがな。どれ。ダメだミユキ。あいつは何をする。まとわりつくな。みゆき、私だよ。わからないの。邪魔。このよりしろの意識などもはや消え果てておる。情に訴えようとしても無駄無駄。みゆき、思い出して。私たちずっと一緒だったじゃないか。獣よ、貴様を見ているとなぜかよりしろの心がざわつく。故に他に先んじて食らうてくれようぞ。そうはさせん。教授、食らうというなら私からだ。みゆき君を支え続けてくれたこの子に手をかけさせるわけには。何を意味のわからぬことを。ずっと支えたな。みゆき君。一体何が。気がついてくれたんだね。これって、ミユキ、ダメだ。奴にまた飲み込まれる。逃げた。ハル、早く逃げて。
なんで私じゃないんだ。みゆき君。する力を残すとは、まあよい。いささか力を使いすぎた。もう一度引くとしようか。次の襲撃に備えましょう。立てるか。さあ僕に捕まって。離せ。全てお前たちのせいだ。お前が現れなければ私はずっと何よりも大切なお姉ちゃんとみゆきと一緒にいられたのに。これでお前も分かったろ。もうみゆきはダメだ。彼女の意識は主に取り込まれているんだな。なあタクマ、辛い気持ちは俺たちも同じだ。でも、もうどうしようもねえだろ。どうにかしたいけどさ、どうすりゃいいんだか。やっぱりみゆきは必要なんだ。歌か。ああ、それに前にも言ったけど、この世界を救わなければ僕たちの世界も危ない。とは言ってもよ。それは腹が減ったのか。違う、あのおじいちゃんはこの世界の生き字引だもの。きっと何か知ってるはずだよ。遊園地への道はまだ繋がってるのか。わかんねえけど、でもこのままいても事態は進展しないわね。実際何も事態が動かなければ別の場所に行こうってみんなで話してたもんね。行くしかないよ。どうする、たくまくん。僕全員の意思で決めたいの。あなたの意見も聞かせてちょうだい。行こう、遊園地に。
あれ、なんでうちが来たのに誰も来ない？そんな、いつもならみんな出迎えてくれるのに。っていうか、あの騒がしい奴らも来ないって何かあったのか？これは良くない状況だな。しかし不気味だな。物音一つしないとは。おい、ジジモン、聞こえたら返事してくれ。返事がない。少なくとも声が届く範囲にはいないようだな。タクマ、気をつけて。なんだかちょっと変な感じがする。ジジモンたちとは違った、別の何かが近くにいる気がする。それってねえ、ちょっとみんな来て。どうした？この子たち怪我してるの。あ、そいつらって、ちょっとあなたしっかりして。何が起きたの？いきなり人間の女の子と霧の化け物に襲われて。それってみゆきのことか？無事な仲間とジジモンは玉座の間で籠城してる。あいつらの襲撃は今は落ち着いてるけど、またいつ襲ってくるか。おい、しっかりしろ。敵は今どこにいんだ？カイト、ダメ。これ以上喋らせないで。タクマさん、何かあったの？玉座の間につながっている通路が塞がってるの。嘘、やだ。どうなっちゃってるの？落ち着いて。おそらく逃げた後に塞いだんだ。中にいる者たちがやったんだろう。つまり籠城してるということね。だったらまだ無事な可能性もあるわ。ならもう少し時間は稼げるかな。ミュウ、まずは怪我してる子たちを集めよう。それからみんなでジジモンと合流するんだ。うん、わかった。では私たちも探すとしようか。
ヤタガラモン。かかってくるがいい。俺に任せておけ。
たないね。Thank you.
ひとまずこの辺りは調べ尽くしたかな。おう、この辺の怪我した奴らはみんな助けたはずだぜ。保護した者たちは一旦敵のいなさそうな遊園地の外に移ってもらっている。怪我のひどい子は動ける子たちに協力してもらって運んでるよ。思ったより無事な子が多くてよかったわ。なら次は敵をボコボコに。ジジモン、ジジモンを助けて話を聞くんでしょ。ええ、今回は情報収集が最優先。もちろん怪我した子を見つけたら救助はするけど、何よりもみゆきちゃんを助ける方法を見つけないと。ジジモンがいるのは玉座の間だったよね。うん、別の通り道も見つけたからすぐ行けるよ。それじゃあすぐに玉座の前行こう。この先が玉座の間だよ。このバリケード崩すしかねえ。この量の壁崩すの無理でしょ。じゃあどうしろってんだ。ジジモン、いるんでしょ。うちだよ、ここ開けて。あれ、壁の下の方穴が開いたよ。その声はミュじゃな。ジジモン、よかった、無事だったんだね。もちろんじゃ。さ、この隙間をくぐっておいで。うん、すぐ行くからね。おお、ミュ、それにみんなもよく来てくれたの。ジジモン、心配したよ。ミュも元気そうじゃな。よかったよかった。ジジモン、本当に無事でよかった。一体何があったんです。ここ最近主の眷属どもの動きが活発での、戦いの者らを集めてここで籠城しておったのよ。どうして眷属はここを襲ったんでしょう。わからんの。訳もわからず襲われ続け、みなかなり怯えておった。そうだよね、訳もわからず襲われるって怖いよね。それよりタクマ、聞かなきゃいけないことがあんだろ。ジジモン、僕らの仲間が一人主に意識を乗っ取られてしまったんです。何？主に？それは本当か？はい、彼女の体に主の意識が入って僕たちと敵対してしまっているんです。僕たちは彼女を助けたいんです。ジジモン、お願いします。何か方法を知っていたら教えてください。すまないが、お主たちに教えられる知識はそう多くはない。意識を乗っ取る力を持つ者はいくらか覚えがある。じゃがそれが主となると話が変わってくる。
通常であれば体の持ち主が相手の意識を追い出すのが成功法じゃ。しかし相手が主ではのう。どうしようもないんですか。外からできることはひたすらそのものの心に訴えかけることだけじゃ。何度も何度も呼びかけて心の扉をノックし続ける。それも対処療法でしかないでの。最終的には主と対峙して戦って取り戻すしかない。主を倒そう。それ以外に方法はないよ。主って倒せるようなものなの？管理者だとか絶対的な存在とか言われてるし、何よりあのピエモンを従えてるわけだしね。そもそもさ、主って何なの？本当に神様みたいなやつだったら、それこそ戦うどころの話じゃなくない？主についても教えられることはほとんどない。どうしようもないの？力になれず申し訳ない。この音は。タクマ、敵だ。この感じ間違いね。眷属ってやつだ。あら、みんな扉から離れて。しまった、扉ごとバリケードが破られた。嘘！どうしよう、タクマ！このままじゃ追い詰められて逃げられなくなっちゃうわ。迎え撃つか？でもバリケードを破れるほどってことは、おそらく大軍だ。正面から当たって勝てるかどうか。逃げ場がない。うちの記憶が確かなら。こうなりゃ考えるのは後だ。俺は今侵入してきた連中をぶっ潰してくる。行くぞ、トラクモ。やれやれ、骨が折れるが仕方ねえか。お兄ちゃん、待ってくれ、カイト。ダメ、もう行ってしまったわ。こんな時に一人になるなんて危険なのに。もううちが思い出すまで待っててくれればよかったのに。しょうがない、うちが行く。お兄ちゃんのことはうちらに任せて。追いかけるなら急がないと。行きましょう、ミュウ。ちょっと待って、ミュウちゃん。ミュウまで危ない方に行っちゃったぞ。あれ、さっきどうしたの？呼んでる声が聞こえる。あ、本当だわ。どこかしら、遠くはないと思うけど。え、まだ怪我をした子が残ってるってこと？多分そうだよ。大変、助けに行かないと。放っておいたら死んじゃうかも。
私、行ってくる。サキ待って、私も行く。サキさん、サキ止められなかった。おいおい、どうすんだよ、みんなバラバラじゃねえか。どうしてみんなこんな危険な時に勝手な行動ばかり。葵さん、落ち着いて、僕らまで焦っちゃダメだ。そうね、ごめんなさい。冷静にならなきゃ。何をすべきか。順番に行きましょう。一つずつ片付けて、合流して、そして霧から逃げるの。そうね、一つずつ。カイト君たちは敵を抑えてくれているわけだから。分かったわ、じゃあこうしましょう。ミノル君、ファルコも、あなたたちは私たちの逃げ道を確保して。え、いいけど、なんで俺たち。冷静なファルコモがいてくれるからよ。あなたたち二人ならきっとできる。なるほど、引き際の見極めを兼ねるのだな。そっか、簡約だな。緊張してきた。分かった、逃げ道は俺たちで何とかするよ。行くぞファルコモ。ああ、大事な役目だ、必ず果たそう。タクマ君、あなたとハグモンは私と一緒にサキさんを追ってくれる。逃げ遅れている子を助けた後はミノル君と合流、カイト君たちの逃げ道を守るの。そうだね、よし、サキを追おう。ジジモン、僕の手を握ってどうしたんですか。わしにこんなことを言う資格がないのは分かっておる。じゃが、言わせてくれ。この世界を救ってくれ。お主らにとっては辛く厳しいだけの世界じゃろうが、それでもわしらにとっては故郷なんじゃ。じゃから頼む。ジジモン、わかりました、任せてください。ありがとうよ。タクマ君、早く。わかった、行こう。アグモン、ジジモン、時間をかけてはいられないよ。分かってるよね。うん、霧に飲まれたら終わりだもんね。救える命だけはどうにか救いたいの。だからタクマ、分かった、急いで敵を倒してあの子たちを助けよう。
んだね。私が動く。グレイモン、ここからだ。
私が動こう。番が来たんだね。それじゃあ避難しよう。ミノルたちと合流するんだ。ミノル、無事か？こっちのセリフだっての。お前ら全員無事なんだな。ええ、心配かけてごめんなさい。ちょっと頑張りすぎちゃったかな。ありがとう、本当にありがとう。見捨てても誰も責めんじゃろうに。その時は自分で自分を責めるだけだし、とにかくみんなで助かるのが一番だよ。話は後でゆっくりしよう。ここの霧もだいぶ濃くなってきてる。僕たちもそろそろ逃げないと。ミノル、カイトたちはもう逃げてきた？それがまだ来てねえんだよ。まだ戦ってるのか。まさか霧が濃くなってるのに気づいてないとか。それか気づいてても逃げられねえ状況なのかも。どうするよ、このままじゃあいつら。僕が二人を迎えに行く。だからみんなは先に逃げて。何を言っているの？そうやってみんなが好き勝手に動いたから危ない目に遭っているのよ。だからってこのまま二人を放っておいて大丈夫だとは思えないよ。そうかもしれないけど、でもすでに助けた獣たちを守りつつカイトたちを助けるなら、僕たちは二手に分かれるしかない。それなら僕が行きたいんだ。もう分かったわよ。タクマばっかりカッコつけちゃって。私は飛び出したら怒られたのに。だから約束してよ、必ずあの二人と一緒に帰ってきてよね。うん、約束する。それじゃあ全員こっちに避難だ。逃げた獣たちと合流するぞ。気をつけてね、タクマくん、アグモ。僕たちは大丈夫だぞ。そっちも気をつけてね。
ちゃん、やばいって。こんな数の敵に勝てっこないよ。そうよ、死ぬつもり？私たちだけで抑えられる数じゃないわ。黙れ。ここはお前の大事な場所なんだろうが。え？ドラクモン、まだやれるよな。当然だ、まだまだ。よし、行くぞ。ここにいる眷属たちくらい全部ぶっ飛ばしてやる。待ってってば。ミュウは俺の後ろにいればいい。お前の人生を邪魔するものなんてな、俺が全部消してやる。俺、違うよ、お兄ちゃん。助けに行けるか。すぐには無理だ、この数では。てめえら、うぜえな。くっそ、またか、またなのか。こいつらも、あいつも。なんだ。カイト、大丈夫か。タクマってことは、さっきのは僕だよ。ありがとう、アグモン。頼りになる。カイト、ミュウを助けるんだろ。力を貸すよ。すまね。気にしないでよ。でもここにいる敵だけ倒したらすぐに逃げるからね。ああ、
違う。絶対にミュウを助けるんだ。大切な仲間を失うわけにはいかないんだ。アグモン、僕を助けてほしい。この世界と僕らの世界を救う。僕らの決意だけは誰にも負けないってところを見せるんだ。その通りだよタクマ。その強いタクマの気持ちと僕の気持ち、これな。アグモン、なんか変だ。変だよ。すっごくワクワクする。タクマの気持ちが流れてくるんだ。まさか進化。アグモンワープ進化。これで道を切り開く。ディノレクスモン、すげえ。アグモン、その姿は、はあはあ、進化と思った。僕の守りたいって気持ちに応えて進化してくれたのか。そうだ、待たせたな。この姿、さあ行くぞ。タクマの願い通り、すべてを守るために。ここは俺だな。
くべきか。
初めから勝敗は決まっていた。ミュウ、怪我はないか？危ないとこだった。本当にすまん。戦いに集中しすぎてお前から目を離すなんて。俺はお兄ちゃん失格だな。こんなんだから俺はあの時もお前を。本当だよ。お兄ちゃんいつもこっち見てくれない。後ろに下がってろってうちに背中向けてさ、全然うちと向き合ってくれないじゃん。ミュウはお兄ちゃんのことを頼りにしてるのよ。だからこそただ危ないものから遠ざけるだけじゃなくて、きちんと話を聞いてほしいのよ。だってよ、お兄ちゃん。そうだったのか。悪かったよ、ミュウ。俺、振り返る余裕なんて全然なくて。はいはい、いい感じにまとまったところで、全員周りをご覧ください。霧がますます近づいてきてる。ほらほら、早く逃げるぞ。他のみんなはもう避難してるはずだ。残っているのは僕たちだけだよ。急ごう。みんな、本当にみんな助かったの？サキと葵さんが頑張ってくれたからね。あの二人にもお礼言わないとな。な、ミュウ。うん。よし、行こう。まだ誰か残っているみたい。俺には聞こえなかったぞ。気のせいじゃないか。うん、聞こえたもん。こっちの方から。ミュウ、戻ってこい。一人で先に行ったら危ないだろうが。だってお兄ちゃんたちには聞こえないんでしょ。それならうちが案内するしかないじゃん。寄り道してる暇がないって言ってるんだ。霧が迫ってきてるのくらいわかるだろう。わかってるけど、見捨ててはいけないの。うちは少しの間だけど、ここの女王様だった。ここの子たちはうちにとっては家族と同じ。一人ぼっちで置いていくなんて絶対ダメ。そんな悲しい思いは絶対にさせない。ミュウ待って、私も一緒に行くから。待て、危ねえって言って。いや、これなのか。ミュウはこういうのを俺のダメなところだって言っているのか。いや、今はカイトの言うことが正しいだろう。そうだよ、この状況で一人は危険すぎる。そうか、そうだよな。タクマ、追いかけるぞ。うん。見つけたのか。うん、お兄ちゃん、こっちこっち。ああ、かかったな。え？ブシュラー！こいつ、敵なの？うちを騙したの？ミュ
ってろ、ミュー。今足が…カイト、どうした？ダメだ、迷うな、ためらうな。俺が助けてやらなきゃ。無理だカイト、君まであの霧に飲み込まれる。うるせえ、話せ。ミュが間に合わなくなる。シャコモン、答えろ。くそ、ダメだ、行くなカイト。離せ。ミュウはもういない、いないんだ。カイト、分かってるんだろ？もう、ミュウは…そんなの分からねえ。分かりたくもねえ。てめえみてえに、ミュウだって、まだ生きてるかもしれねえだろうが！くそ！離せって！離せ！ドラクモン、アグモン、カイトを運ぼう。でも、タクマ、このままみんなで霧に飲まれるわけにはいかないんだ。ああ、カイトまで死なせるわけにはいかねえ。行くぞ、カイト。引きずってでも連れてくからな。ここまで来ればもう安全だ。消えてく遊園地か。ミュウが ねえタクマくん、ミュウちゃんがいないのは。霧に飲まれてしまったんだ。そんな、助けられなかったの？ごめん、私動転して。動揺するサキ君の気持ちはわかる。悪意がある言葉ではない。そうだな、先を責めたりしねえよ。てめえの言う通りだからな。カイト、俺はなんで、あの時霧の中に入るのをためらったんだ。タクマが帰ってこられたんだ。ミュウだって帰ってこられたかもしれない。なのに俺の足は一瞬固まっちまった。ミュウの言った通り、俺はミュウを守るなんて思ってなくて、ただ暴れたかっただけ。奴
つあたりで力を奮いたかっただけなのか。カイト、気持ちはわかるけど、そんなに自分を責めちゃダメだ。聞きゃしねえよ、そんな言葉。ドラクモ、でもそっとしておいてやれ。今は何を言ったって届かない。そうだ、俺に敵を残らず倒せる力があれば、ミュウのために何でもできるくらいの力があれば、迷うことなんてなかったんだ。ミュウを救えたはずなんだ。俺は力が、俺は